すぐでしょ、試してくれろと言いたいよね。ただ日本にはいいですね、こういう速いボールを見ておくのは。そうでしょうね、はい。3回までは三振のなかった王ジャパン、この市場から西岡、岩村連続三振で2アウトランナーなし。確かに王監督、今の時期バッターっていうのはこう打ち込みたい時期でもあるし、それからこう試合経験っていうんでしょうかね、早い球にやっぱり慣れたいんだと、うん、その早い球をになれるにはやはり試合で打席に立つことが一番なんだっていうことを言っていました。序盤12球団先発の、まあ、ピッチャーダルビッシュ有あまりいい状態ではなかった、そのダルビッシュ有を捕まえて7点を取っています。王ジャパン、この4番の松中はセカンドゴロとフォアボール。そうですね、96年アトランタオリンピックはまだアマチュアとして出場していた松中、まあ、キューバ戦で、まあ、結果的に負けたんですが同点のホームランを放っています。劇的なホームランでした。大丈夫かな、太もものあたりでしょうか。太ももをお尻の下ぐらいですね。お尻の下あたり、うん、大丈夫じゃないですか、うん、はい、いや何も2個あっても痛いないですよ僕当たったことないで分からないですよねそうですか、はいはい、そうですか、はい、それは田口さんでしょ私は何百回当たった明日これ青技になってます、いやなんか本当笑っちゃいけないんですがスライダーですが、そうですね、これは痛いですね。もうちょっと上に当たった方が良かったな、ケツのケツのあたりは。まあ王監督、あの12球団選抜に対して何も要求するものはないけれども、一つだけあの言わせてもらえるならぶつけないでほしいって言ってたんですが4番の松中デッドボール、2アウトランナー1塁です。まあ、田口さん、そういう意味で言えば、はい、このジャパンの監督である王さん、あるいは首脳陣も怪我っていうものが一番怖いですよ。